もオカピータ旧来サポーターです。いつもご視聴本当にありがとうございます。今日は8月の20日火曜日ですね。全国教職員大会がね、先週ありまして、でその帰りに、昨日ですね、倉敷清涼高校さんの方へ講習会をしに行ってきました。でその今帰りになっています。夜遅くまでちょっとやりましたので、途中休憩しながら帰ってる感じなんですけども、その講習会で何をやったのかっていうお話をちょっと今回はしたいなというふうに思います。僕の講習会はですね、多分他の方たちとちょっと趣旨が違うのかなと思います。僕の講習会の目的っていうのは、主体性を持ってもらう、原則に自分の価値観を当てはめることで成功体験をしてもらうということを主にしております。あとは自分を観察するっていうところですね。なので一方的にこちらが技術をこうしろああしろって教えるのではなく、これをしてみたら自分の中でどんな変化があるのかっていうところを、気づいてもらうっていう内容でやっています。はい、で講習会は、みんな個人個人で聞くもんなっていうふうなんですけど、僕の場合はだいたいグループセッションにしています。一グループでテーマを出し合ってもらい、取り組んでもらったら感想をみんなでシェアし合うという形をとっていますね。そうすると自分の意見だけじゃなくて他の人の意見も聞くことで、あ、そんなこともあるのか、そんな気づきがあるのかっていうふうでね、もう2倍3倍4倍とね、気づきがどんどん増えてくるので、そういう形をとっています。はい、でじゃあ講習会の話になっていくんですけども、最初に、グループ分けしてもらって、皆さんに質問をしました。卓球とは、それぞれで卓球とはということに対して、答えを出していただきましょうということで、このグループセッションでね、一つ出してもらいました。そうしたらですね、様々な答えが出てくるわけですよ。回転のスポーツだとか、頭を使うとか、あと障害スポーツだとか、いろんな意見が出てくるわけですね。みんなそれぞれ価値観が違いますので、そういったことも含めて、あ、いろんな考え方があるんだっていうふうにね、捉えてもらいました。あとそもそも卓球とはなんて考えたことがあるのかって言ったら、普段あんまり考えたことがない方たちばっかだったですね。一人だけそういう聞かれたことがあるから考えたことがあるっていうふうに言われましたけども、あと皆さんそんなこと考えたことがないですね。で考えたこともないことを問われると、どんな風に答えを出したらいいのかというふうに、まず脳みそをね、働かせるようにしました。で次に講習会を受けて望む結果は何っていうふうにね、聞いたところ、またこれもいろんな意見が出てきました。 100% の力が発揮できるようにとか、体の使い方が上手くなるようにとか、あと競った時にビビらないようにとか、あとは周りに流されないようにとか、そういろんなのがあったわけですね。でそれらを、皆さんが出したテーマに沿って、僕が、みんなと一緒に講習内容をデザインしていくということをやっていきました。で最初に取り組んだのは、グリップですね。緊張しないようにとか、 100% の力が出せるようにとか、メンタル安定するようにとか、体の使い方っていうのは全てグリップ、ラケットの持ち方ですね、それによって解決する糸口が見えてきます。はい、で僕がおすすめしているグリップですね、自然に持つセッティング方法っていうのがあるんですけども、グリップもね、こうやって持ちましょうとかってあるんですけど、もう一切当てはまらないし、当てはめるのがもったいないですね。これ自由です。その人にとって自然なグリップとは何っていうところを、セッティングしてもらいます。でセッティングした結果、大体の人が優しく包み込む感じで
持つっていう風になります。でそのまま打ってもらったらいつもの自分と優しく包み込む感じのグリップで打つ自分との違いは何があるのかっていうのを感じてもらったところ、感想としては体がすごく軽く感じたとか、楽に触れるとか、ボール入るとか、そんな様々な感想をいただきました。ということは何が行われたかっていうと、やっぱラケットスポーツなんで持ってる手でボールをコントロールしたくなってくるわけですよね。そうするとどうしても隔たりが起きてきます。人の体っていうのは全身運動ができるようになってますので、全ての体の圧力ですね、力の圧力っていうのを同圧にすることで全身つながってきます。なのでラケット持ってる方のだけを使って力入れてやるとどうしても全身運動にはならないです。でそこを優しく包み込むグリップにすることで全身同圧になって、まあ、楽に打てれると、あとは自分の思った通りに体が動きやすいっていうのもあるので、まあ、ミスも減るっていうところにこうつながってきました。こう優しく包み込む感じっていうのがポイントになってきます。じゃあそれが絶対いいのかって言ったらそういうわけでもなく、いつもの自分と優しく包み込む感じの自分との差を感じておくっていうことが大事になってきます。どうしても試合になったら力んだりはします。その時に自分の中で自分の体が勝手に力の加減をチョイスしてくれるように、そう選べれるようにしておくってことが大事になってくるわけなんですね。で大体グリップの話をすると、まあ、全身運動にどんどんつながってくるので、次にやったのは自分の体のブレーキと向き合ってもらうっていうことをね、してもらいました。なかなかちょっと口で説明するのは難しいんですけど、まあ、ドライブで試してもらって、でスイングした時にラケットさんの行方を見てもらいました、まあ、するとおでこの前で、まあ、大体みんな止まるんですけど、それって止まるんじゃなくて自分が止めてるんですね。でその止めてるところはどこなのかっていうところを自分の体に聞いてみて、まあ、大体最初みんなは手首とか腕とかって大体言います、うん、でそこのブレーキを外したらラケットさんはどこまで進むのかなっていうところをどん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 自分のブレーキを見つけてそこ解除して打ってみると、もうめちゃめちゃ体が動くわけですよね。でそれを体験した上で意図的に自分の中でいろんなところの部分ブレーキですねかけてみたら、またどんな変化があるのかっていうところも感じてもらったですね。やっぱりいつもの自分っていうのも大事にしたいんですね。で新しい自分っていうところを発見するといつもの自分にも変化が起きるっていうところも、着目してもらいました。でこれ面白かったのが、どんどんブレーキを外すと体がめっちゃ動いてくるんで、今度タイミングが合わなくなるんですよ。でタイミングを合わせるためにボールが止まって見える魔法をみんなでかけました。すると本当にみんな球が止まって見えるということで、どんどんまたタイミングが合ってきて入るようになってきたわけですね。でそのコーナーをしてるとみんなはどん練習ハマってくるんで、あれもこれも試したくなってくるんですね。ですると質問が飛んできます。こうしたいんですけどどうしたらいいですか。そう、ここが僕の講習会のこといいところかなと思いますね。やっぱやることによって疑問が生まれてくるんで、それを解決したいっていう、そういう本能が働くわけですね。でその子はめちゃめちゃ切れたボールに対してドライブってどうやったらできるんですかという質問が来たので、じゃあそれやってみましょうということで、3つ目ですね、卓球の原則に自分の価値観を合わせる、まあ、よく僕講習会でやってますけどカンニングペーパー作りですね、こちらを試してもらいました。これ内容はちょっと言えませんので、はい、結果だけお伝えしますと、まあ、もう5球ぐらいできちゃったわけですよ。あれできちゃう。で、まあ、
皆さんの前でちょっと ご披露してほしいというふうにお願いはしたんですけども、まあ、恥ずかしいのでちょっと嫌だみたいな感じで、じゃあ他に誰かいませんかって言ったら、まあ、男の子がね出てきてくれたわけですよ。で、まあ、ブチブチの下回転ボールを打ってもらったんですけど、まあまあミスするわけですよね。でそこで、まあ、僕の打球感覚アップメソッドですね、卓球の原則に自分の価値観を沿わせるそのメソッドをやってもらったところ、まあ、すぐ打てちゃうわけですよね。ただただ普通に入るだけじゃやっぱもったいないので、強い球も打てれるようになりたいよねっていうふうに聞いたら、うん、打てるようにしたいっていうふうだったんで、じゃあ打ちましょうとしたところ、やっぱまた力みが出てきたので、またグリップに戻って、でまたメソッドをやって、であとはボールが止まって見えるんだよって魔法またかけたら、あ、止まって見えるっていうふうにいきなりね覚醒しだしたわけですね。この時のみんなの反応がめちゃめちゃ面白かったですね。でそこから、まあ、そのメソッドを使ってそれぞれ自分たちのテーマに沿って取り組んでもらったら、まあまあ皆さんあの目がキラキラしますよ。もう今までできなかったことが簡単にできたり、そんな体験をこうしてもらいました。でこれもやっぱり卓球って自分の価値観でしか表現ができないんですけど、まあ、何事もルールはありますので、そこに自分の価値観を当てはめていくと、まあ、簡単にできますよと。僕多分日本でっていうよりか世界で一番打球感覚を早く伝えれる自信はあります。はい、それを感じてもらいましたと。で、まあ、最後に、まあ、そう言っても気落ちが失敗が続くと気落ちするとかっていう質問もありましたので、堀岡さん提唱している呼吸ちゃんですね、呼吸ちゃんを皆さんにお伝えして、でまたその中で卓球してみたらどんな自分がいるのかっていうところに気づいてもらいました。まあ、終始ね皆さんがですね、生徒さんが勝手に練習しだすっていう、ね、そういった現象を目の当たりし、あとはおとなしかった子が質問してあげるとか、そういった変化も見られたということで、先生もすごく驚いてくれました。でやっぱりこうしましょうって当てはめるっていうよりかは、これしてみたらどうなりますかねみたいな問いかけをしてあげると、皆さんそれぞれ自分の中で自分を探し出すので、それが財産になるのかなというふうに思います。で最後にまとめますと、やっぱ優しく包み込む感じっていう風にラケットを持ってもらうと、どんな感触を得られるのか、そこが卓球を通じて、まあ、様々な、まあ、人生観とかそういったところにも、まあ、つながっていくんじゃないかなというふうで、まあ、お話もねさせてもらいました。はい、ということで、まあ、講習会行ってきましたというお話ですけども、まあ、もしなんかありきたりなって言ったら申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと違う講習会を受けてみたいなとか、なんか心に響く講習会が欲しいなとか、主体性をもっともっと発揮できるような内容を知りたいなとか、はたまたどんな声かけをしながらこうみんなを成長させてるのかなとか、こう気になる学校とかチームとかありましたら、ぜひお声かけください。はい、対応させていただきますね。はい、ということで、まあ、長々喋りましたけども、もうコンピー講習会行ってきたというお話でした。倉敷清涼高校の先生そして生徒の皆さん、本当にありがとうございました。またぜひね呼んでください。まだね お伝えしたいことはいっぱいいっぱいあります。まだまだ自分の中で革命が起きてきますからね、自分に期待をしちゃってください。で来週の試合楽しみだってくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。
安全運転で、はい。